ローアングルからこんにちは、ローです。今日はですね、最近マックがグレタマとコラボしてるんですよ。あのハッピーセットのおもちゃと、あとマックフルーリーがグレタマコラボになってて、マックでグレタマのグッズめちゃくちゃ私結構集めてるんですよ。個人的にハッピーセットを買ってグレタマのグッズをちょっと開封動画じゃないですけどやっていこうと思います。こちらです。どんどん、はい、なんか探してもらったら1個だけもうなくなっちゃってて、あの5つしかあのゲットできなかったんですけども、この5つ開封していこうと思います。それでは開けていきます。ミルクにグデ玉、ただのミルクですね。あー、グデ玉だ、かわいい、いいですね。じゃあ次いきます。これはなんてやつ、マクドナルドクルーのグデ玉、置いてなんかこうやってこうやって倒れないやつです。次はミラーボール DJ グレタマ、すごいちょっとパリピなグレタマが出てきました。あ、え、地味、光るよって書いただけ地味ですね。許されますね、可愛さで許されるね。このグッズはハッピーセットパックにグレタマ、あー、これ可愛い、これ可愛くないですか。個人的に好きだこれ。あ、落ちる、これは可愛い。あ、今んとこ1位、ラスト、もう1個がないからね。ラスト、ハッピーセットにグレタマなんだけど、絶対間違えられた、これ絶対、これ音が違うとこかな。シュワ、あー、ショック、すいません、なんか変わりました。こんな感じで、あ、5種類の予定が4種類の紹介になっちゃいました。え、でも落ちるのやつが可愛いです。ということでこんな感じになりました。それではまたね。違う、あのハッピーセットあれですね、もっとメインのものが出ましたね。こちら、はい、こちらの5人分のハッピーセットを買ってきました。若干な大食い企画になるんですけども、食べていこうと思います。わー、ローがやばいよ。ローが食べれるかな。いただきます。ナゲット2つあるから、ナゲットからいこうかな。バーベキューソースで、ちなみに今38度の熱があるんですよ。それでこれやばいですよね。でも食欲はあるかも。マックは汗マックが好きなんですよね。でも久しぶりに食べるな、これ。うん、開けました。ポテトが減らない。チーズバーガー、いやー、お腹いっぱいじゃん、これ。はい、ということでちょっとこちらのメインの方は食べれたんですけど、ちょっとこちらのポテトだいぶ残してしまいました。ちょっとポテトはちょっと復活させてからスタッフの皆さんにお裾分けしようと思います。電子レンジとかで復活するらしいんですよ。ということでご視聴ありがとうございました。グレタマ可愛いです。でもあと2種類。それではバイバーイ。